が先手だ。対局開始、はい、お願いします。ということで、10秒やっていきたいと思います。割とですね、10秒は喋りながら指すには気持ち的余裕があるときは喋れるのかなとか思います。皆さん毎日最近動画ですね上げてますので、もしよかったらチャンネル登録など、していただければなと思いますのでお願いします。ということで、対三間飛車になりましたね。お互い美濃囲いに組んでって、まあ、同じような駒組みをしていく展開ですね。で金上がって、相手の方も上がってくると思いましたが、で、まあ、こちらは銀冠に組んでいこうかなと思います。ただこの桂跳ねには、非常に注意していかないといけないかなと思ってますね。この瞬間8五歩みたい手があるかなと思います。8五歩同歩同桂に、そうですね、1、2、3、4、5、6、なんでこれ取んないっていう選択肢もあるんですよ。やってみますか。銀冠アナグマ、ここで8五歩で、9七銀っていう形で、一応一段落してるよねっていう。1、2、3、4、5、6、7、割と10秒だったらこの形、1、2、3、4、5、6、大丈夫かと思ったけど、なるほど、そういう突き返してくるのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、将来的に8八飛車みたい手でなんか玉頭をえぐろうかなとか思ったんですけど、まあ、その場合8七金とか上がっておくのがいいのかなと思ったんですけど、ちょっと日和りましたね。ポンプ7五歩同歩同銀が割とやったのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、2枚以外はできそうだけど、6、7、8、角渡すの怖いかな。これで歩打てば一応2枚以外にはなってそうなんですけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、一応ここは置きますか。1、2、3、ここで取る。どこかで1、2、3、どこかで8四香みたい手が生じてはくると思うんですよね。どっかでですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、うわ痛いですね。ちょっとこれ痛いですね。痛いですね。ちょっと1、2、角強交換になりそうなので、1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと痛いですね。4三銀には4五銀でピック。1、2、3、4、一応角銀強交換になってるんで、まだ駒割り的には大丈夫でしたね。ただちょっとどんどん来るので、1、2、3、4、5、6、
七、八、九。一、二、三、四、五、六、七、八。ちょっと嫌味をつけていかないと負けてしまう展開ですね。一、二、三、四、五。あー、これ取んないとダメか。一、二、三、四、五、六、七、八、九。取んないとダメでしたね。一、二、三、四、五、六、七、八、九。いやー、そうか。なんか八七銀とかで負けてそうな気がしますけど。一、二、三、四、五、六、七、八、九。いやー、そうか。取れないんですね。1、2、3、4、5、6、7、8。いや、そっか、そうっすね。きついっすね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやー、そうですね、きついですね。詰みまでありそうですか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。一応強者捨てて一瞬は助かったんですけど、1、2、3、助かってなかったですね。4、5、6。いやー、そうですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。さすがにこんな広い玉をどう捕まえるんだって感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。負け方がないですよね、これ。どう考えても。そうか。どう負けるのって感じです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そうですね、ちょっと負け方がないですね。1、2、3、4、5、6、7、8。惜しい将棋じゃった。しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。良くなかったかもしれないですね、穴熊としての。思ったより悪くなってしまったかなと思いました。ではバイバイ。